これから音を聞いてください音がよく聞こえないときは手を挙げてください「天気がいいから散歩しましょう」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  日本語能力試験、懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。 いつでもいいです。問題一。問題一では。まず質問を聞いてください。それから話を聞いて。問題用紙の一から四の中から。最も良いものを一つ選んでください。では。始めます。 番会社で男の人と女の人が話しています男の人は列車の席をどのように予約しますか部長今度の京都での会議会長もご一緒ですよねはいじゃあ京都へいらっしゃるのは全部で3名ですねええ会長と社長それから私で3名ですけどそうですよね 今から京都行きの列車の切符を取ろうと思ってるんですが、先日のミーティングの資料には4席取ることって書いてあったので、間違いでしょうか。あ、いえ、それでいいんです。会長にはゆったり座っていただきたいので、隣の席も取っておきたくて、このことは言ってませんでしたね。すみません。ああ、そういうことなんですか。じゃあ席はどうしましょうか。前後の方がいいでしょうか。 それとも通路を挟んで横一列で取りましょうかそうですね前後でお願いしますわかりました男の人は列車の席をどのように予約しますか 2番 2> バザーの運営スタッフの女の人がバザーの準備について話しています「手伝いをする人は今日はお手伝いに集まってくださってありがとうございます」「あさってのバザーで皆さんに持ってきていただいた洋服を販売しますが今日はその準備をします」えーっと おお客ささんんが選びやすすす。いいいいように、にサイズ別に分類ししたいと思いままのので、皆さんはその作業をお願いしますもし少しシワが気になるものがあっても時間がありませんのでアイロンはかけずにそのまま出しますなお運営スタッフの方で100円から500円の間で値段をつけて値段ごとに色の違うシールを貼っておきますので販売するときは間違えないようにしてください。 手伝いをする人は今日何をしなければなりませんか三番電話で大学の係の人と男の人が話しています男の人は どのように証明書を申請しますかはい、東城大学ですあの卒業生なんですが卒業証明書を取りたい場合どうすればいいですかはい証明書でしたら大学に来て申請していただければその日にお渡しできますその場合はご本人であることが確認できるものをお持ちください実は今海外に住んでいていけないんですがそうですか 郵送での申請も受け付けていますが事前にこちらに手数料等を振り込んでいただきます申し込みの際身分証明の写しを同封してくださいあるいは窓口で代理の方に申し込んでいただくこともできますその場合ご本人との関係を確認するための書類が必要となりますそうですかこちらから振り込むのはちょっと大変なんですよねでは どなたかに窓口に来ていただくようお願いされてはいかがでしょうか。じゃあそうします。あの、ちなみに大学のホームページから申し込むことはできないんですよね。すみませんが、インターネットでの申請は本人確認ができないので。そうですよね。わかりました。男の人はどのように証明書を申請しますか。 4番。会社で男の人と女の人が話しています「女の人はこのあと研修までに何をしなければなりませんか?」「山本さん来週商品開発の社内研修受けるよね」「さっき研修の担当者が来たんだけど山本さん席外してたから資料を預かっておいたよ」ありがとうございます。この資料 去年よく売れた商品の開発前のアンケート調査の結果なんだって当日までにデータの傾向を見てそれが示す意味をまとめてくるようにって言ってたよ今仕事も大変だと思うけど何とか時間作って分かりました課題図書も出ていたよねもう読んだはい指定された本を読んで商品開発についていろいろ疑問点や知りたい点が出てきましたそうかじゃあ 研修で質問ししししたりりて、てっかり議論してくるといいよ。はいこの研修会では新商品の企画書を書くところまでするだろううまくいけば実際に商品化されることもあるからいい企画書を書けるよう頑張っていい経験になると思うからはい女の人はこのあと。 大学で書道サークルの女の学生と男の部長が話しています。女の学生は 何をしなければなりませんか？展覧会まであと4ヶ月ですね。ポスターの準備とかそろそろ始めた方がいいですか？うん、ポスターは2年生の渡辺さんにデザインを考えてもらおうかなと思ってるんだ。いいですね。それでね。去年の展覧会に緑大学の書道サークルの人たちが来てくれて、今度一緒に何かやりたいね。って話になったのを覚えてるそうでしたね。 あっちの部長と連絡取ったんだけど今年は共同政策とかやろうっていう話になってるんだ向こうの担当者の連絡先を聞いてるから詳しいことを相談してくれるはいじゃあ会場も広い方がいいですよねうん今までは大学の中だったけど今回は大学の外の施設を借りてみたらどうかなって思っていくつか候補を絞ったところなんだそうですか それと宣伝のためにホームページに作品の写真を載せとこうと思うんだ過去の展覧会に出したやつ写真に撮って残してあるからいいですね「女の学生は何をしなければなりませんか?」。 一番映画を見た後で女の人と男の人が話しています男の人は今日が地球最後の日だと言われたらどうすると言っていますか男の人です 久しぶりに映画見て面白かった朝目が覚めて突然「今日が地球最後の日だ」って言われるなんて主人公は最後まで自分の店でいつもと変わらずラーメン作り続けたけどねえ高橋君もそういうタイプなんじゃない職人でプロ意識高いからいやーそうなったらもううちで一人のんびりと好きな音楽聴いたり DVD 見たりして。 いつもの休日と同じよようにしてるよ仲間と地球を救うために立ち上がったらかっこいいけど現実はそうはいかないからねまあそうだね私だったら家族とか友達とか自分の大切な人たちに会いに行って感謝の気持ちを伝えたいななるほどねあーお腹すいたねなんか食べ行こう 男の人は、今日が地球最後の日だと言われたら、どうすると言っていますか二番ラジオでアナウンサーが、高齢者の介護施設で働く女の人にインタビューをしています。 女の人が以前仕事を辞めたいと思ったのはどうしてですか 介護の仕事というと、体力的にも精神的にもハードというイメージがありますが、実際はいかがですかそうですね。ベッドから体を抱えて車椅子に乗せたり、いろいろと大変な仕事なんですが、人のお役に立ててると思うとやりがいを感じます。そうですか。それでも働き始めた頃、一度だけ辞めたいと思ったことがあります。やりがいは感じるし、それに生活のためには、 収入が必要だって頑張ってはきたもののその時はもう体力の限界で介護の仕事は夜勤もありますしね私は当時夜勤はしてなかったんですけどそれでもでも今は経験やスキルによって無駄な動きがなくなったせいか随分楽になりました頑張って続けてきて本当に良かったと思っています 女の人が以前仕事を辞めたいと思ったのはどうしてですか三番授業で先生と学生が話していますどうして 来週から授業が行われる教室が変わりますかえー この現代文学の授業は、今日が初回ですが、2回目の来週の授業から、1階のこの教室ではなく、3階の302の教室で授業を行います。先生、教室が変更になるんですかはい。302で授業をされている先生が足を骨折されたとかで、ほら、この校舎、エレベーターがないから階段登るの大変でしょこの時間、1階の教室は全部埋まってて、 ここのクラスとと入れ替わることになりました。受講生の数がだいたい同じなのでねあのこの教室と同じで302も道路に面してないので静かで環境は悪くないですよえっとただ受講科目の登録変更が来週まで可能なのでこのあと受講生の数が大幅に増えたり教室の設備で困ることがあったりしたらまた別の教室に変更するかもしれません。とにかく来週 教室を間違えないようにどうして来週から授業が行われる教室が変わりますか4番。 コミュニケーションのセミナーで先生が話しています先生はどのようにしたら初めて会う人とうまく話せるようになったと言っていますか 私は以前初対面の人と会話をするのが苦手でした共通の話題を見つけようとつい余計なことまで聞いてしまったり積極的にと思い一方的に喋りすぎて後で落ち込んだりある時人に言われたんです自分のことをどう思われるか意識しすぎてるから緊張して焦るんじゃないかってその通りでした相手によく見られたいという考えを捨てたら自然にリラックスして うまく話せないという悩みから解放されたんです。先生はどのようにしたら、初めて会う人とうまく話せるようになったと言っていますか 5番男の人と女の人がバスツアーについて話しています2人はどのツアーに申し込むことにしましたか 金曜日の日帰りバスツアーのことなんだけどさっき旅行会社に8,000円のツアーが空いてるかどうか確認してみたよありがとうどうだったキャンセル待ちだって5,000円のもあってねそれなら取れるんだけど5,000円のツアーってどんなの ?8,000 円のツアーと大体同じなんだけど近代美術館の見学がついてないみたいえそれが楽しみなのにそれだったらやっぱりキャンセル待ちでいいから申し込もう うーんあのさ金曜日じゃないと無理かな土曜日ならまだ空席があるらしいんだけど土曜日か友達と約束してるんだよね日にち変えてほしいって言いづらいなそっかじゃあ仕方がないね君の都合に合わせるようんありがとう次はそっちの都合を優先させるから。 二人はどのツアーに申し込むことにしましたか 一番会社で女の人と男の人が話しています最近パン作るのに凝ってるんだってうんパンを作る機械を買ったんだ材料を入れてスイッチを押して放っておけば簡単にパンができちゃうんだ焼き上がった時の香りとか出来たての味とかたまらないんだよへえお父さんがパンを作ってくれてお子さんも喜んでるんじゃないうん お店のパンみたいなのがいいって言って、あまり食べてくれないんだよね。奥さんの反応はどう。妻は毎日同じパンだから飽きるって。そうなんだ。ごまとかフルーツとか、何かお子さんや奥さんの好きそうなものを入れてみたら。食べてもらえるんじゃない。そうだね。男の人は機械で作ったパンについて。 どう言っていますか 1, 1自分は気に入っているが家族の評判はよくない 2, 2自分は気に入っていないが家族の評判はいい3自分も家族も気に入っている4自分も家族も気に入っていない 2番 2> 大学の就職説明会で卒業生が話しています皆さんどんな分野の企業で働きたいいと思っていますか私は現在保険会社で働いていますが実は就職活動を始めた時は自動車メーカーを志望していました誰よりも早く情報を集め頑張りましたでも受けた会社は全て不採用でした それで、それまで全く考えていなかった会社にも応募してみたら3社から採用通知をもらえたんです今の仕事は学ぶことも多くやりがいもありますあの時自動車メーカー以外の会社に目を向けてみてよかったと思っています皆さんも就職活動では範囲を広げた方が最終的に自分に合った会社が見つかるんじゃないかと思います 卒業生は就職活動についてどんなアドバイスをしていますか一、1 1> 特定の分野だけにこだわらない方がいい <S 2, 2 <S 早めに会社の情報を集めるべきだ3入りたい会社は何度でも受けるべきだ4 興味のある仕事を選んだ方がいい。三番テレビでアナウンサーが話しています。最近、スーパーの新しい形として、小型スーパーが都心に次々と開店しています。この種のスーパーは、 都心を中心に出店されているもので、売り場面積がこれまでの平均的なスーパーの5分の1程度となっています。売り場では肉や野菜が少量ずつに分けて販売されています。都心部には高齢者や一人暮らしの人が増加しており、自宅に近く少量ずつ商品が買えることから、こうしたスーパーが人気を集めているようです。 アナウンサーーは何をリポートしていますか 1, 1小型スーパーの問題点 2, 2平均的なスーパーの売り場面積3新しいタイプのスーパーの特徴4高齢者への多様なサービス 4番テレレビでレポータータが話していますここ村上町には以前は雑草が伸び放題の空き地がたくさんありましたそのような土地は手入れをしないと大量の虫が発生しますし見通しが悪くなって防犯上も良くないといった声もあり町では数年前から対策が取られてきました去年までは農薬を使って手入れをしていたそうですが 薬の害を心配する町の人も多いことから、今年はヤギの力を借りることにしたそうです。空き地に2、3頭話すと、雑草をきれいに食べてくれ、人体や環境への心配もないと喜ばれていて、今後も継続されるようです。レポーターは何について話していますか一 ヤギのの餌となる草の育て方 2, 2空き地の有効な利用の仕方三、3環境に害のない農薬の使用法4ヤギを使った空き地の雑草の処理方法 5番ラジオで男の人が話していますええー、日本では生活の西洋化が進んで椅子に座ることが増えてあまり正座をしなくなりましたただこれが今見直されつつあるんです正座はとても健康的な座り方で姿勢が悪くなりがちな現代人の悩みを解消してくれますうん、例えば体操のような効果があり首や肩 腰の痛みが良くなるんですよまた胃が正常な位置に固定されるため食べ過ぎることがなく胃や肌の調子も改善されますこうした体の不調に悩み薬を飲んでいた方がすっかり痛みから解放されたという声も聞かれます男の人が伝えたいことは何ですか1 日本人の生活の変化2星座の効果3姿勢をよくする体操4痛みによく効く薬 一番。リンさん、リンさんのお住まいはどちらですか 1,？1南銀行に勤めてます。二、家は南町です。3, 3南大学の出身です。 2番ねえ作業やりかけだからまだこのパソコンつけといて 1, 1うんそのままにしておく2じゃあすぐにつけるよ 3, 3もう使わない 3番。あのこの資料23日貸してもらえるとありがたいんだけどえよかったですね 2> 2どういたしましてああ構いませんよ。 4番ねえねえ留学したことあるんだって1いい経験になるといいね21ヶ月だったんだけどね 3, 3うん頑張ってくれよ 5番今から新しいソフトウェアの説明するけどメモしとかないと忘れちゃうよ1ちゃんと書いておきます 2, 2メモしておけばよかったです 3, 3書いてくださって助かりました 6番。伊藤さん今日のプレゼン初めての割にはうまくまとめてたね前回の方が良かったでしょうか 2> 2そうですか緊張してたんですけど最初のところだけってことですね。 7番昨日、そこのレストランでステーキ定食頼んだら、食べきれなかったよ。1, 1そんなに量が多かったの 2, 2切れないほど硬かったの3じゃあ、全然足りなかったの 8番総務課の田中さん会社辞めるの思いとどまったんですって1会社辞めた後何するんだろう 2, 2考えは変わらなかったんだね 3, 3誰かに引き止められたのかな 番転勤の話嫌なら断ればよかったのにせっかく断ったのにね 2> 2なかなかそうもいかなくてうん断って正解だったよ。 10番、小田さん、小田さんのファッションは流行に左右されず、いつもおしゃれですね。1, 1. え、このデザインって流行してるんですか 2. 2今流行しているものを着たいですからね。3. 流行にはあまり興味がないんです。 11番田中先生って忙しいから講演頼んでも断られるに決まってるよ 1> 1本当にありがたい話ですねそれでは決めてみましょうか聞いてみないと分かりませんよ。 1>, 1番うちで男の人と女の人が市のホームページを見ながら話しています。ねえ見て市のホームページに地域の公園が紹介されてるよ。大きな公園いくつかあるみたいだから今度行ってみない？うん引っ越してきて2週間になるけどまだどこにも出かけてないもんね。どんなとこがいい？うんきれな花が楽しめて。 テニスができるとこってないかな。いかここから10分くらいで行けるとこ自転車でそうだな東公園なら歩いて10分で行けるよ一面芝生が広がってて緑がきれいなんだって運動施設はないみたいだけどそれから西公園テニスコートと野球場もあるね一年中いろんな種類の花も楽しめるって距離は東公園と同じくらいへえ それから南公園自転車で10分くらいかなスポーツ施設があってあ桜並木が綺麗なんだってここよさそうじゃない知ってるそこって桜で有名な公園だよね今の時期花見で人がいっぱいなんじゃないかなうんあとは北公園バーベキュー広場やテニスコートが充実してるんだって春は菜の花 夏はひまわりが畑一面に咲くらしいよ。ここに行くなら車だねうーんやっぱり近い方が行きやすいよね久しぶりにラケットを振りたいし花は楽しみたいけど混雑は避けたいしそうするとここね女の人はどの公園に行きたいと言っていますか 1, 1東公園 <S 2, 2 <S 西公園3南公園4北公園 2番 2> 市役所で上司と職員2人が花火大会の混雑について話しています今年で2回目となる花火大会ですが去年会場から最寄り駅まで終了直後の混雑がひどかったので何とかしたいんです何かいい案はありますか会場かからららは少し離れれまますすけど市役所のの屋上からも見られますので そういった公共施設を開放するのはどうううでしょうか。そうすれば見物客の利用する駅が1箇所に集中しないと思いますでもこの日は施設の警備まで対応できないと思います花火の方で手一杯でそうですねそれが難しいなら商業施設に協力してもらうのはどうですか屋上から快適に見られますし商業施設にとってもお客さんが増えていいと思いますなるほどねでも 今かから場所をピッックアップするのは大変じゃないでしょうかそうかそれより花火終了後会場から一気に人が出ていかないように少し費用はかかりますが会場で何かイベントを開催してはどうでしょうか有名人を呼んだりしてイベントねあと去年は花火大会の最後が盛り上がるように大きな花火をラストで集中的に打ち上げましたが今年は二部構成にして 盛り上がるところを2つ用意するのはどうですか最後に打ち上げることになっている花火のうち半分を前半の最後に持ってくるんですお子さんがいる家族連れなど前半を見て会場を後にする人もいると思いますなるほどやっぱり見物客は近くから見たいでしょうから場所で対策を取るのは限界があるかもしれません帰る時間に差ができそうな方法がいいですね 今から予算を増やすのは難しいから、予算に影響しない案でいきましょう。職員は問題を解決するために、どうすることにしましたか。一、公共施設を見物客に開放する。二、商業施設に場所の提供を依頼する。 3花火終了後に会場でイベントをする4花火のプログラムを一部と二部に分ける3番高校で。 先生が卒業した先輩たちを紹介しています今日は将来の仕事について理解を深めるため社会で活躍中の四人の先輩の話をそれぞれ分かれて伺いますご紹介しますので話を聞きたい先輩のところに移動してくださいまず小説家の石川悟さんです石川さんは趣味で小説を書き始め 大学生の時に最初の本を出版し小説家としての道を歩き始めました次は中学で数学の教師をしている林さんです子供の頃からの夢だった教員になって熱心に子どもたちの指導に当たっているそうですそれから西田さんは留学で身につけた語学力を生かして貿易会社の海外事業部で働いています 最後、山内さんは出版社で編集の仕事をしています。忙しいながらも充実した毎日だそうです私読書が趣味だから本とか雑誌を作る仕事に就くのが子どもの頃からの夢なんだへえ読書が趣味なら小説を書く方は小説家なんて考えたこともなかったけどそれも面白いかも鈴木くんは貿易会社の先輩のところ。 去年留学してたよね。語学力を生かした仕事をしたいって言ってたじゃないうーん実は留学したての頃は授業についていけなくてねでもそこで出会った先生のおかげで授業もわかるようになって語学にも自信を持てるようになったんだだから今は教える仕事に就きたいと思っててなれるかわかんないけど実際の仕事の話を聞きに行ってみるよへえそうなんだ 私はやっぱり前から憧れている仕事の話を聞きに行くことにするね。質問一。男の生徒はどの先輩の話を聞きに行きますか 質問女の生徒はどの先輩の話を聞きに行きますか